小倉昭和館の地鎮祭には樋口智美館主ら関係者およそ30人が参加しました。去年8月に起きた旦過市場一帯の火災で全焼した小倉昭和館は規模は小さくなるものの同じ場所に新しい映画館として再建されます。再建が一番無理と思われていた昭和館が立ち上がる姿を旦過市場の皆様に見ていただきたい。小倉昭和館は北九州国際映画祭の開催に合わせ今年12月の営業再開を目指しています。